はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、ヤスでございます。白血病と予防生活の気晴らしいね、自宅化動画を配信していきます。この動画でね、白血病やがんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ血血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ですね、造血幹細胞移植後のね、 GVHD ってあるじゃないですか、あれがね、抑制できるかもしれません。あのね、僕らのようなね、その白血病のような血液疾患とか、あの免疫疾患のようなね、その病気になってしまうとですね、あの移植をするんですよね、あの治療のためにね。でその移植をしたら、必ずといってもこうついて回ってくるね、あの移植変態宿主病 GVHD というのがあるんですけどもね。でその GVHD のね、症状をね、抑えることができる可能性があることをする、そういうことをあることをすることんで、その GVHD のね、症状をね、あの抑えることができる可能性がね、あることをすると高くなると、あのね、筑波大学の研究でね、発表されました。あの筑波大学はですね、あの5月17日、今月のね5月17日にですね、あの制御性 T 細胞というね、まあ、本来ならば自己免疫病などにならないように、あの自己に対する免疫応答の抑制を司っている細胞のことなんですけどもね、まあ、健康な人のね T 細胞の中の、ね、約 5% をね占めてるんですけどもね。でその制御性 T 細胞上にその発現する免疫受容体 DNAM1 っていうのがあるんですよ。それのね、機能を阻害する抗体っていうのが GVHD の発症を抑えることを、あの初めて明らかにしたと発表しました。移植変態宿主病 GVHD というのはですね、造血期悪性腫瘍とかね、再生不良性貧血に対するね、その治療にとして行われる、その同種造血幹細胞移植におけるですね、最も重篤な合併症でしてね。でその移植の成否にね、左右するばかりではなくてですね、生命の予防にも直接的に影響します。あの、ね、移植後のね、100日以内に発症するね、あの急性 GVHD というのがあるんですけどね、それの主な原因というのはですね、全身性の炎症を伴うね、過剰な免疫応答で、まあ、特にね、肝臓とかね、皮膚とかね、消化管がですね主なね、標的臓器となります。僕もね、その急性期にはですね、全身の、ね、炎症が出たので、ね、すごい大変だったんですよね。あのほんまに全身なのでね、全身のこの皮膚表面にも出たしね、まあ、体の中では肝臓はまあ自覚症状がなかったからあんま分かんなかったんですけどね、消化管と言われるね、その胃とか腸にね、すごく出てひどかったんですよ、ほんまにね。でそのためにね、もう嘔吐下痢は当たり前でしたね。もうね、おむつ履いてたんですよ、ほんまに病室でね。あれはほんまに情けなかったんですけどもね。でもまあそれぐらいのことになるんですよ。でそんなね、急性 GVHD に対するね、主な治療というのはね、まあ、今のところはですね、副腎皮質ステロイドとかね、免疫抑制剤の、まあ、言ったことされてるんですけどもね、あの患者さん自身のね、その免疫をね、抑制することでね、ドナー細胞に対して抵抗性を示すことも多くてですね、もう優れた治療法っていうのをね、開発をね、今すごく求められています。そんな GVHD がね、悪化する原因の一つとしてですね、免疫抑制機構をね、中枢を担う制御性 T 細胞っていうのがですね、機能不全に陥ることが知られています。しかしですね、その GVHD 病態の時にですね、あの制御性 T 細胞のね、機能っていうのがね、どのようにね、制御されているのかっていうのはね、まあ、その分子機構とかの全容っていうのはね、未だにね、明らかになってないんです。で制御性 T 細胞をね、その標的としたね、GVHD のね、治療法っていうのを開発をね、目指す上でですね、その制御性 T 細胞の活性化を制御する機構っていうのを解明することがね、まあ、基礎的で臨床的にもね、極めて重要なんです。そのね、制御性 T 細胞などはね、その他の免疫細胞っていうのはですね、細胞膜上に、ね、発現する受容体と呼ばれるね、分子によってですね、あの周りの環境をね、こう感知してですね、免疫応答のね、調整をね、あの行っています。ほんでね、その筑波大学はですね、今回の GVHD 病態の際にこの発現がね、この急上昇してしまうね、その免疫細胞に発現する受容体としましてですね、 DNAM1 にね、着目してあのマウス実験を行いました。あの DNAM1 というのはですね、あの T 細胞とか NK 細胞をね、こう活性化させてね、その細胞
行障害活性っていうのをね、こう引き起こす受容体としてね、結びつけられたものなんです。DNAM1 のね、その阻害がね、この人の免疫細胞に与える影響をね、検証するためにですね、健常人末梢血管外球っていうのをですね、まあ、健康な人のね、血液ですよ。それをね、重度のね、免疫不全マウスにね、移植して、GVH をね、誘導して、抗ヒト DNA1 阻害抗体を投与した、その後の生存率と末梢血細胞の解析を行ったところですね、結果的に、抗 DNAM1 阻害抗体投与っていうのはね、顕著にマウスのね、生存期間をね、こう延長させてくれて、末梢血中のね、制御性 T 細胞の割合をね、上昇させてくれました。これはね、DNAM1 阻害抗体がね、GVHD 病態を抑制することを初めて観察したものだそうです。次にね、DNAM1 のね、阻害効果っていうのがね、その制御性 T 細胞に働いていることをね、確かめのためにですね、その DNAM1 を遺伝的に欠損させマウス の、 制御性 T 細胞の機能というのをですね、 GVHD マウスにおいて評価したところですね、通常の制御性 T 細胞と比べると飛躍的にマウスの、ね、生存期間を、ね、延長させることを発見しました。さらにですね、 GVHD マウスの、ね、解析を行ったところですね、 DNAM1 を、ね、その欠損した、ね、制御性 T 細胞というのはね、通常の制御性 T 細胞よりもね、小腸の組織障害を軽減させて、組織障害に役立つファクター T 細胞っていうその病原体にですね、攻撃をする免疫細胞の、ね、機能を減少させました。さらにね、細かい解析を行うとですね、 DNAM1 をですね、制御性 T 細胞の高発現するもう一つの免疫受容体 TIGIT っていうのがあるんですけどもね、共通のね、リガンドに対するその結合において競合して制御性 T 細胞の機能を抑制することが判明しました。TIGIT というのはですね、GVHD というのにですね、各単語のね、略称なんですけどもね、T 細胞の活性を抑制して T 細胞を弱らせる免疫チェックポイントの受容体のことで、TIGIT の阻害というのはですね、細胞障害性 T 細胞の増殖と機能を増強します。リガンドというのは細胞分子と複合体を、ね、形成して、ね、その生物学的な目的を果たす物質のことで、タンパク質とリガント結合の場合はですね、リガントっていうのは通常は、ね、標的のタンパク質上の結合部位にですね、結合することでシグナルを生成する分子にあたります。でその TIGIT がですね、その制御性 T 細胞の機能に重要であるということはですね、これまで多数、ね、報告されていてですね、今回の研究ではですね、 TIGIT のね、その機能を調節する因子としてね、 DNAM1 をね、その新たに見出して、炎症環境下におけるね、その制御性 T 細胞の機能調節の一端をね、解明したものと言えるものなんです。ほんでね、人やね、マウスのね、制御性 T 細胞のね、機能っていうのをね、更新させるという観点からですね、抗ヒト DNAM1 阻害抗体っていうのはですね、 GVHD の治療薬として有望だそうです。制御性 T 細胞のね、機能不全をね、担う炎症性疾患とかね、自己免疫病などっていうのはですね、今のすごい増加傾向にあってですね、今後のね、人のその DNAM1 阻害抗体っていうのをね、用いたね、制御性 T 細胞をですね、標的とする炎症性疾患や自己免疫病のね、治療開発っていうのがね、期待されるとですね、実は筑波大学の研究グループがね、述べています。ということなんですけどね、難しかったでしょう。でもすごいことですよね。このね、免疫受容体であるね、 DNAM1 のね、機能っていうのをね、阻害する抗体によってですね、 GVHD の悪化をね、抑える可能性が高くなるということなんですよ。その研究をね、もっと進めてもらってね、今ね、その GVHD で悩んでる患者さんのね、役に立ってほしいとね、望んでおります。そんな感じで今日は以上です。難しかったですけどね、最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。